太宰治作ロマネスク戦術太郎昔津軽の国金木村に桑形宗介という庄屋がいた四十九歳で初めて一子を得た男の子であった太郎と名付けた 生まれるとすぐ大きいあくびをした。宗助はそのあくびの大きすぎるのを気に病み、祝辞を述べにやってくる親戚の者たちへ肩身の狭い思いをした。宗助の懸念はそろそろと的中し始めた。太郎は母じゃ人の乳房にも自ら進んでしゃぶりつくようなことはなく。 母じゃ人の懐の中にいて、口を退そうに開けたまま、ちぶさの口への接触をいつまででも待っていた。張り子の虎をあてがわれても、それをいじくり回すことはなく、ゆらゆら動く虎の頭を退屈そうに眺めているだけであった。朝、目を覚ましてからも、慌てて寝床からはい出すようなことはなく、 2時間ほどは目をつぶって眠ったふりをしているのである軽々しき体のしぐさを嫌う精神を持っていたのであった3歳の時ちょっとした事件を起こしその事件のおかげで桑形太郎の名前が村の人たちの間に少し広まったそれは新聞の事件でないゆえそれだけ本当の事件であった 太郎がどこまでも歩いたのである。春の初めのことであった。夜、太郎は母じゃ人の懐から音も立てずに転がり出た。コロコロと土間へ転げ落ち、それから古外へまろび出た。古外へ出てから、しゃんと立ち上がったのである。宗助も、また母じゃ人も、それを知らずに眠っていた。 満月が太郎のすぐ額の上に浮かんでいた。満月の輪郭はにじんでいた。メダカの模様の襦袢にくわいの模様の綿入れ胴衣を重ねてきている太郎は、はだしのままで村の馬粉だらけの砂利道を東へ歩いた。眠たげに目を半分閉じて、小さい息をせわしなく吐きながら歩いた。 あくる朝村は騒動であった3歳の太郎が村からたっぷり一里も離れている湯流山のりんご畑のまんまん中で子供投げに寝込んでいたからであった湯流山は氷のかけらが溶けかけているような形で峰には3つのなだらかな起伏があり生誕は流れたように緩やかな傾斜をなしていた 100メートルくらいの高さであった。太郎がどうしてそんな山の中にまで行きつけたのか、そのわけは不明であった。いや、太郎が一人で登っていったに違いないのだ。けれどもなぜ登っていったのか、そのわけがわからなかった。発見者であるわらびとりの娘の手かごに入れられ、揺られ揺られしながら、 たは手かごの中をのぞいてみた村の人たちはみな眉の間に黒いあぶらぎったしわを寄せて「天狗」「天狗」とうなずきあった宗介は我が子の無事である姿を見て「これはこれは」と言った困ったとも言えなかったしよかったとも言えなかった 母じゃ人はそんなに取り乱していなかった。太郎を抱き上げ、わらびとりの娘の手かごには、太郎の代わりに手ぬぐいじを一旦入れてやって、それから土間へ大きなたらいを持ち出し、お湯をなみなみと入れ、太郎の体を静かに洗った。太郎の体はちっとも汚れていなかった。まるまると白く太っていた。宗助は、 たらいの周りを激しくうろついて歩き、とうとうたらいにけつまずいて、たらいのお湯を土間一面におびただしくぶちまけ、母じゃ人に叱られた。宗介は、それでもたらいのそばから離れず、母じゃ人の肩越しに太郎の顔をのぞき、「太郎、何見た太郎、何見た?」と言い続けた。 太郎はあくびをいくつもいくつもしてから、ターナ、カムダ、チーナへ、という片言を叫んだ。宗介は夜寝てからやっとこの片言の意味を悟った。民のかまどはにぎわいに蹴り、発見。宗介は寝たままピシャッと膝頭を打とうとしたが、 思いかけ布とに邪魔され、へそのあたりを打って痛い,い思いをした。宗助は考える。庄屋のせがれは庄屋の親だわ。三歳にして、もうはや民のかまどに心を使う。あらありがたの巧妙や。この子は湯流山の頂から、金城村の朝の景色を見下ろしたに違いない。その時、 家々のかまどから立ち上る煙はほやほやとにぎわっていたとな。あら、首相の調生の本願や。この子はなんと授かりものじゃ。お大切にしなければ。宗助はそっと起き上がり、腕を伸ばして隣の床に一人で寝ている太郎の掛け布団を丁寧に直してやった。それからもっと腕を伸ばして、 そのまた隣の床に寝ている母じゃ人の掛け布団を少しばかり乱暴に直してあった。母じゃ人は寝相が悪かった。宗介は母じゃ人の寝相を見ないようにしてわざと顔をきつく背けながらつぶやいた。これは太郎の生みの親じゃ。を大切にしなければ。太郎の予言は当たった。 その年の春には、村のことごとくのリンゴ畑に、すばらしく大きい薄紅れないの花が咲きそろい、十里離れた五城下町にまで匂いを送った。秋にはもっとよいことが起こった。リンゴの果実が、手まりくらいに大きく、サンゴくらいに赤く、霧の実みたいに鈴なりになったのである。試みにその一つをちぎり取り、 刃に当てると果実の実がはち切れるほど水気を持っていることとて刃を当てた途端にポンと音高く割れ冷たい水がほとばしり出て鼻から頬までびしょぬれにしてしまうほどであったあくる年の元旦にはもっとめでたいことが起こった千羽の鶴が東の空から飛来し村の人たちが あれよあれよと口々に騒ぎ立てている間に、千羽の鶴は元旦の青空の中をゆったりと泳ぎ回り、やがて西のかなたに飛び去った。その年の秋にも、また稲の穂に穂が実り、りんごも前年に負けずに枝のたをたをするほど固まって結実したのである。村は潤い始めた。宗助は、 予言者としての太郎の能力をしかと信じた。けれどもそれを村の人たちに言いふらして歩くことは控えていた。それは親バカという嘲笑を得たくない心からであろうか。ひょっとすると何かもっと軽はずみな人儲けしようという下心からであったかもしれぬ。幼い頃の振動は二三年してようやく邪道に落ちた。 いつしか太郎は村の人たちから怠け者という名前をつけられていた。宗助もそう言われるのを仕方がないと思い始めたのである。太郎は6歳になっても7歳になっても他の子供たちのように野原や田んぼや河原へ出て遊ぼうとはしなかった。夏ならば部屋の窓辺りに頬杖えついて外の景色を眺めていた。 冬ならば、ろばたに座って燃え上がる焚き火の炎を眺めていた。なぞなぞが好きであった。ある冬の夜、太郎はろばたに行儀悪く寝そべりながら、傍らの宗助の顔を薄め使って見上げ、ゆっくりした口調でなぞなぞをかけた。水の中に入ってもぬれないものは何じゃろう。 宗介は首を三度ほど振って考えて、わからぬのう、と答えた。太郎は物う,そうに目を軽く閉じてから教えた。影じゃがのう。宋介はいよいよ太郎をいまいましく思い始めた。これは馬鹿ではないか。アホなのに違いない。村の人たちの言うように、やっぱしただの怠け者じゃったわ。 太郎が実際になった年の秋、村は大洪水に襲われた。村の北端をゆるゆると流れていた三軒ほどの幅の金木川がひ月続いた雨のために怒り出したのである。水源の濁り水は大渦小渦を巻きながらそろそろ膨れ上がって六本の支流を合わせてたちまち太り身を踊らせて 山を伊達りに駆け下り、道々何百本もの材木をかっさらい、川岸の菓子やもみや箱柳の大木を根こそぎ抜き取り押し流し、麓の淵でよどんでよどんで、それから一挙に村の端に突き当たって平気でそれをぶち壊し、土手を破って大会のように広がり、家々の土台石をなめ、豚を泳がせ、 刈り取ったばかりの一万に余る稲坊主を浮かせてダブリダブリと波打ったそれから五日目に雨が止んで十日目にようやく水が引き始め二十日目頃には金城川は三軒ほどの幅で村の北端をゆるゆると流れていた村の人たちは毎夜毎夜 あちこちの家にひとかたま塊ずつになって相談しあった。相談の結論はいつも同じであった。オラは飢え死にしたくねえじゃ。その結論はいつも相談の出発点になった。村の人たちはあくる夜また同じ相談を始めなければいけなかった。そうしてまたまた飢え死にしたくねえ という結論を得て、参加した。あくる夜は、さらに相談をしあった。そうして結論は同じであった。相談は、はつるところなかったのである。村が乱れて、移民が現れた。実際の太郎がある日、両手で頭を抱え込み、ため息をついている父親の宗助に向かって、意見を述べた。 これは簡単に解決がつくと思う。お城へ行って、じきじき殿様へ救済をお願いすればいいのじゃ。俺が行く。宗助は、いや、と突拍子もない歓声を上げた。それからすぐ、これは軽はずみなことをしたと気づいたらしく、一旦ほどきかけた両手をまた頭の後ろに組み合わせて、しかめ面をしてみせた。 お前は子供だからそう簡単に考えるけれども、大人はそうは考えない。期そはまかり間違えば命取りじゃ。滅相もないことやめろやめろ。その夜、太郎は懐でしてブラッと外へ出て、そのまますたすたと五城下町へ急いだ。誰も知らなかった。期そは成功した。 たの運がかかったからである。命を取られなかったばかりかご褒美をさえもらった。時の殿様が法律をきれいに忘れていたからでもあろう。村はおかげで全滅を逃れ、あくる年からまた潤い始めたのである。村の人たちはそれでも二三年の間は太郎を褒めていた。二三年が過ぎると 忘れてしまった。庄屋の阿坊様とは太郎の名前であった。太郎は毎日のように蔵の中に入って宗助の蔵書を手当たり次第に読んでいた。時々けしからぬ絵本を見つけた。それでも平気な顔して読んでいった。そのうちに戦術の本を見つけたのである。これを最も熱心に読みふけった。 十王十文字に読みふけった。蔵の中で一年ほども修行して、ようやくネズミとワシとヘビになる法を覚え込んだ。ネズミになって蔵の中を駆け巡り、時々立ち止まって、チューチューと鳴いてみた。ワシになって蔵の窓から翼を広げて飛び上がり、心ゆくまで大空を照用した。ヘビになって、 蔵の床下に忍び入り、雲の巣を避けながら、ひやひやした日陰の草を腹のうろこで踏み分け踏み分けして歩いてみた。ほどなく、カマキリになる法王も体得したけれど、これはただその姿になるだけのことであって、別段面白くも何ともなかった。宗助は、もはや我が子に絶望していた。 それでも負けをしみして、こう母じゃ人に告げたのである。な、あまりできすぎたのじゃよ。太郎は、十六歳で恋をした。相手は隣の油屋の娘で、笛を吹くのが上手であった。太郎は蔵の中で、ネズミや蛇の姿をしたまま、その笛の音を聞くことを好んだ。哀れ。 あの娘に惚れられたいものじゃ。津軽一番の良い男になりたいものじゃ。太郎は己の戦術でもって良い男になるように、なるように念じ始めた。十日目にその念願を成就することができたのである。太郎は鏡の中を恐る恐る覗いてみて驚いた。色が抜けるように白く。 頬はぶ膨れで、持ち肌であった。目はあくまでも細く、口ひげがたらりと生えていた。天平時代の仏像の顔であって、しかも股間の一物まで古風にだらりとふやけていたのである。太郎は落胆した。戦術の本が古すぎたのであった。天平の頃の本であったのである。 このようなありさまではせんないことじゃ、やり直そう。再び法のよりを戻そうとしたのだが、ダメであった。己一人の欲望から好き勝手な法を行った場合には、よかれあしかれ体にくっついてしまって、どうしようもなくなるものだ。太郎は三日も四日も虚しい努力をして、五日目に諦めた。 このような古風な顔では、どうせ女には好かれまいが、けれども世の中には物好きがおらぬものでもあるまい。先術の法力を失った太郎は、下膨れの顔に口ひげをたらりと生やしたままで蔵から出てきた。開いた口の塞がらずにいる両親へ、一部始終の訳を明かし、ようやく納得させて、 その口を閉じさせたこのようなあさましい姿ではしょせん村にもおられませぬ旅に出ますそう書き置きをしたためてその夜ひょうぜんと家を出た満月が浮かんでいた満月の輪郭は少しにじんでいた空模様のせいではなかった 太郎の目のせいであった。ふらりふらり歩きながら太郎は美男というものの不思議を考えた。昔々の良い男がどうして今ではまぬけているのだろう。そんなはずはないのじゃがのう。これはこれで良いのじゃないか。けれどもこのなぞなぞは難しく。隣村の森を通り抜けても五城下町へたどり着いても。 また津軽の国境を過ぎてもなかなかに解決がつかないのであったちなみに太郎の戦術の奥義は懐でして柱家兵に寄りかかりぼんやり立ったままで面白くない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 ,もくないという呪文を 何十遍何百遍となく繰り返し繰り返し低音で唱えついに無我の境地に入り込むことにあったというケン次郎兵衛昔東海道三島の宿に鹿間屋一平という男がいた曽祖父の代より酒の醸造をもってなりわいとしていた 酒は、その醸造主の人柄を写すものと言われている。鹿間屋の酒はあくまでも済しかもなかなかに辛口であった。酒の名は水車と呼ばれた。子供が14人あった。男の子が6人、女の子が8人。長男は世人に鈍く、従って一平の指図通りに、 しいをとててきた己の思想に自信がなくそれでも時々は父親に向かって何か意見を言い出すことがあったけれども言葉の半ばでもうはやまるっきり自信を失いそうかとも思われますがしかしこれとても間違いだらけであるとしか思われませんしきっと間違っていると思いますが父上はどうお考えでしょうか なんだか間違っているようでございます。と、やはり言いにくそうに、その意見を打ち消すのであった。一平は簡単に答える。間違っとるじゃ。けれども、次男の次郎兵衛となると、少し様子が違っていた。彼の気質の中には、政治家の泣き言の意味でない、本来の意味の、 ぜぜひひの態度を示そうとする傾向があった。それがために彼は、三島の宿の人たちから、ならず者と呼ばれて、不けつがられていた。次郎兵衛は、承認根性というものを嫌った。世の中はそろばんでない。値のないものこそたっといのだ、と確信して、毎日のように酒を飲んだ。酒を飲むにしても、 不当の利益をむさぼっているのをこの目で確かに今まで見てきた彼の家の酒を口にすることはごめんであった。もし誤って飲み下した場合にはすぐさま喉へ手を突っ込み無理にもそれを吐き出した。来る日も来る日もじろべイは三島の町を一人して飲み歩いていたのであったが父親の一平は 別段それをとがめ立てしようとしなかった。頭の澄んだ男であったからである。あまたの子供の中に一人くらいの馬鹿がいた方がかえって制裁があってよいと思っていた。それに一平は三島の火消しの頭を務めていたので、ゆくゆくは次郎兵衛にこの名誉職を譲ってやろうという企みもあり、 ジロベ衛がこれからもますます馬のように暴れ回ってくれたならそれだけ将来の火消し頭としての資格も備わってくることだという遠い見通しからジロベ衛の放裂も見て見ぬふりをしてやったわけであったジロベ衛は十二歳の夏にぜひとも喧嘩の上手になってやろうと決心したのであったがそれはこんなわけからであった 三島大社では毎年8月の15日にお祭りがあり宿場の人たちはもちろん沼津の漁村や伊豆の山々から何万という人が天でにうちわを腰に挟み大社さしてぞろぞろ集まってくるのであった三島大社のお祭りの日にはきっと雨が降ると昔の昔から決まっていた 三島の人たちは派手好きであるから、その雨の中でうちわを使い、踊り屋台が通り、出しが通り、花火が上がるのをびっしょりぬれて、寒いのを耐えに耐えながら見物するのである。ジロベ衛が二十二歳の時のお祭りの日は、珍しく晴れていた。青空にはとびが一羽、ぴょろぴょろ鳴きながら待っていて、山系の人たちは、 大社様を拝んでから、その次に青空と飛びを拝んだ。昼少し過ぎた頃、出し抜けに黒雲が東北の空の隅からムクムク現れ、二三度またたいているうちに、もうはや三島は薄暗くなってしまい、水気を含んだ重たい風が地をはい回ると、それが合図と見えて、 大粒の水滴が天からポタポタこぼれ落ちやがてこらえかねたか一思いに大雨となった。ジロベ衛は大社の大鳥居の前の居酒屋で酒を飲みながら外の雨足と小走りに走って通るさまざまな女の姿を眺めていた。そのうちにふと腰を浮かしかけたのである。知人を見つけたからであった 彼の家のお向かいに住まっている習字のお師匠の娘であった。赤い花模様の重たげな着物を着て、五六歩走ってはまた歩き、五六歩走ってはまた歩きしていた。ジロベイは居酒屋ののれんをパッと弾いて外へ出て、傘を持ちなさい、と言葉をかけた。着物が濡れると大変です。 娘は立ち止まって、細い首をゆっくりねじ曲げ、次郎兵衛の姿を見ると、柔らかい真っ白な頬をあからめた。お待ち、そう言いおいて次郎兵衛は居酒屋へ引き返して、亭主を大声で叱りつけながら、晩傘を一本借りたのである。やい、お師匠さんの娘、お前の親父にしろ、お袋にしろ、またお前にしろ。 俺をならず者の,の飲んだくれの悪い悪い悪者と思っているに違いない。ところがどうじゃ俺はああ気の毒なと思ったなら、こうして傘でも何でも面倒してやるほどの男なのだ。ざまを見ろ。再びのれんをはじいて外へ出てみると、娘はいなくて、いっそう盛んな雨しと、押し合いへし合いしながら走って通る人の流れとだけであった。 よーよーよーよと、居酒屋の中から長老の声が聞こえた。六七人のならず者の声なのである。番傘を右手に捧げ持ちながら、二郎兵衛は考える。ああ、喧嘩の上手になりたいな。人間、こんな馬鹿げた目に遭った時には、理屈もクソもないものだ。人に触れたら人を切る。 馬に触れたら馬を切る。それが良いのだ。その日から三年の間、ジロベイはこっそり喧嘩の修行をした。喧嘩は度胸である。ジロベイは度胸を酒でこしらえた。ジロベイの酒はいよいよ量が増えて、目はだんだんと死魚の目のように冷たく霞み、額には、 三本の油ぎった横じわが生じ、どうやらふてぶてしい綿棒になってしまった。キセルを口元へ持っていくのにも、腕を後ろから大回しに回して持っていって、やがてスパリと一服すうのである。度胸の座った男に見えた。次には、ものの言いようである。奥の知れぬようなボソボソ声で言おうと思った。 喧嘩の前には何かしら気の利いたセリフを言わないといけないことになっているが、ジロベイはそのセリフの選択に苦労をした。型でものを言っては実際の感じがこもらぬ。こういう型外れのセリフを選んだ。お前、間違ってはいませんか冗談じゃないかしら。お前のその鼻の先が、 紫色に腫れ上がるとおかしく見えますよ。治すのに100日もかかる。なんだか間違っていると思います。これをいつでもスラスラ言い出せるように舞を寝てから30分ずつ低く照した。またこれを言っている間口を曲げたり必要以上に目をギラギラさせたりせずにほとんど微笑むようにしていたいものだと。 その練習をも怠らなかった。これで準備はできた。いよいよ喧嘩の修行であった。ジロベイは武器を持つことを嫌った。武器の力で勝ったとて、それは男でない。素手の力で勝たないことには、己の心がすっきりしない。まず、拳の作り方から研究した。 親指を拳の外へ出しておくと、親指をくじかれる恐れがある。ジロベイはいろいろと研究したあげく、拳の中に親指を隠して、他の四本の指の第一関節の背をきっちり隙間なく並べてみた。ひどく頑丈そうな拳が出来上がった。このきっちり並んだ第一関節の背で、自分の膝頭をトンとついてみると、 拳は少しも痛くなくて、その代わりに膝頭の方が、あっと飛び上がるほど痛かった。これは発見であった。ジロベ衛は次に、その第一関節の背の皮を、厚く、硬くすることを計画した。朝目を覚ますと、すぐに彼の新案の拳でもって、枕元のタバコ盆を一つ殴った。 町を歩きながら、道々の土塀や板塀を殴った、居酒屋の卓を殴った、家の路口を殴った、この修行に一年を費やした。たばこ盆がバラバラに壊れ、土塀や板塀に無数の大小の穴が開き、居酒屋の拓にひびができ、家の路口がハイカラなくらいでこぼこになった頃ジロベ兵はやった と己の拳のさに自信を得たこの修行の間に、ジロベイは殴り方にもコツのあることを発見した。すなわち、腕を横から大回しに回して殴るよりは、脇下からピストンのようにまっすぐに突き出して殴った方が約3倍の効果があるということであった。まっすぐに突き出す途中で、 腕を内側に半回転ほどひねったならさらに4倍くらいの効力があるということをも知った腕が螺旋のように相手の肉体へキリキリ食い入るというわけであった次の1年は家の裏手にあたる国分寺跡の松林の中で修行をした人の形をした五尺四五寸の高さの 枯れたた。を殴るのであっ二郎兵衛は己の体を隅から隅まで殴ってみて眉間とぞおちが一番痛いという事実を知らされたなお昔から言い伝えられている男の急所をも一応は考えてみたけれどもこれはやはり下品な気がして傲慢な男の狙うところではないと思った向こうずねもまた 相当に痛いことを知ったが、これは足で蹴るのに都合のよいところであって、ジロベ衛は喧嘩に足を使うことは卑怯でもあり、後ろめたくもあると思い、もっぱら眉間とみぞ落ちを狙うことに決めたのである。枯れた根株の眉間とみぞ落ちに相当する高さの箇所へ、小刀で三角の印をつけ、毎日毎日、 ポカリポカリと殴りつけた。お前、間違ってはいませんか冗談じゃないかしら。お前のその鼻の先が紫色に腫れ上がるとおかしく見えますよ。治すのに百日もかかる。なんだか間違っていると思います。途端にポカリと眉間を殴る。左手は水をちを。一年の修行の後。 枯れ木の三角の印ししはワンくらいの深さに丸くくぼんだ。ジロベイは考えた。今は百発百中である。けれどもまだまだ安心はできない。相手はこの根株のようにいつも黙って立ち尽くしてはいない。動いているのだ。ジロベイは三島の町のほとんどどこの曲がり角にでもある水車へ目をつけた。 富士の麓の雪が解けて、数十畳の水量のたっぷりな澄んだ小川となり、三島の家々の土台下や縁先や庭の中を通って流れていて、苔の生えた水車が、そのたくさんの小川の要所要所で、ゆっくりゆっくり回っていた。ジロベ衛は夜、酒を飲んでの帰り道、必ず一つの水車を清伐した。 巡っている水車の十六枚の板の下を順々にポカリポカリと殴るのである。はじめは見当が難しくてなかなかうまくいかなかったのであるが次第に三島の町で破れた下をだらりと下げたまま休んでいる水車を見かけることが多くなった。次郎兵衛はしばしば小川で水を浴びた。 そこ深く潜ってじっとしていることもあった。喧嘩最中に誤って足を滑らし、小川へ転落した場合のことを考慮したのであった。小川が町中を流れているのだから、あるいはそんな場合もあるであろう。さらし木綿の腹帯をさらにぎゅっと強く巻き締めた。酒を多く腹へ入れさせまいという用心からであった。 酔いどれたならば、足がふらつき、思わぬ不覚を取ることもあろう。三年たった。大社のお祭りが三度来て、三度過ぎた。修行が終わった。ジロベ衛の風貌はいよいよどっしりとして、どんじゅうになった。首を左か右へねじむけてしまうのにさえ、一分間かかった。肉親は、 血のつながりのおかげで敏感である。父親の一平はジロベ衛の修行を見抜いた。何を修行したかは知らなかったけれど、何かしら大物になったらしいということにだけは感づいた。一平は前からの企みを実行した。二郎兵衛に火消し頭の名誉職を受け継がせたのである。ジロベ衛はその なんだかわけのわからぬおもおもしげな物腰によって多くの火消したちの信頼を得た。かしらかしらしらと敬われるばかりで喧嘩の機会はとんとなかった。ひょっとしたらもうこれは生涯喧嘩をせずにこのまま死んでいくのかもしれないと若い頭は味気ない思いをしていた。練、ね、りに練り上げた両腕はよごとにむずかゆくなり、 わびしい気持ちでポリポリひっかいた。力のやり場に困って身もだえの果て、とうとうやけくそないたずら心を起こし、背中いっぱいに入れ墨をした。直径五寸ほどのシンクのバラの花を、サバに似た細長い五匹の魚がとがったくちばしで四方からつついている模様であった。背中から胸にかけて、 青いさざ波が一面に動いていたこの入れ墨のためにジロベ衛はいよいよ東海道に隠れなき男となり火消したちはもちろん宿場のならず者にさえ敬われもうはやけんかの望みは絶えてしまったジロベ衛はこれはやりきれないと思ったけれども機会は思いがけなくやってきた その頃、三島の宿に、鹿間屋と肩を並べて、共に共に酒造りを競っていた、人衆や上六という金持ちがいた。ここの酒は、幾分したたるく、色合いが濃厚であった。上六もまた、酒によく似て、四人の目かけを持っているのに、それでも不足で、五人目の目かけを持とうとして、様々な工夫をしていた。 高の白羽の矢が、ジロベイの家の屋根を素通りして、そのお向かいの、修士のお師匠のわびずまいしている家の屋根のペンペンぐさをかき分けて、ぐさっと突き刺さったのである。お師匠は軽々とは返事をしなかった。二度切腹を仕掛けては、家人に見つけられて失敗したほどであった。ジロベイは、その噂を聞いて、腕の鳴るのを覚えた。 機会を狙ったのである。三月目に機械がやってきた。十二月の初め三島に珍しい大雪が降った。日の暮れ方からチラチラし始め間もなく大きいぼたん雪に変わり三寸ぐらい積もった頃宿場の六個の半章が一時になった。火事である。次郎兵は言って ゆったりゆったり家を出た。人集屋の隣の畳屋が気の毒にも燃え上がっていた。数千の火の玉小僧が列をなして畳屋の屋根の上で舞い狂い、火の粉が松の花粉のように吹き出しては広がり、広がっては四方の空に遠く飛散した。時たま黒煙が海坊主のようにのっそり現れ、屋根全体を覆い隠した。 振りぼたん雪は炎に彩られ、一層重たげにもったいなげに見えた。火消したちは、人種屋と議論を始めていた。人種屋は、自分の家へ水を入れるのは真っ平であると言い張り、早く隣の畳屋の胸を叩き落として、火を沈めたらよいと命令した。火消したちは、それは火消しの方に背くと言って反爆したのである。 そこへジロベが現れた。人種屋さん。ジロベ衛はできるだけ低い声で、しかもほとんどほほ笑むようにして言い出した。お前、間違ってはいませんか冗談じゃないかしら。人種屋は出し抜けに言葉を挟んだ。これは、鹿島屋の若旦那。へへへ、冗談です。まったくの推挙です。さあさあ。 喧嘩に,にはならなかった。ジロベ衛はしかたなく家事を眺めた。喧嘩にはならなかったけれど、このことでジロベ衛はまたまた男をあげてしまった。火事の明かりに照らされながら、人種屋をたしなめていた時のジロベ衛の真っ赤な両頬には、扉余りの牡丹雪が消えもせずにへばりついていて、 そのありさは神様のように恐ろしかったというのはその後長い間の火消したちの語り草であったそのあくる年の二月の良い日にジロベ衛は宿場のはずれに新居を構えた六畳と四畳半と三畳と見回るほかに八畳の裏二階がありそこから富士がまっすぐに眺められた 三月のさらに良い日に、習字のお師匠の娘が花嫁としてこの新居に迎えられた。その夜火消したちは、次郎兵衛の新居にぎっしり詰まって祝い酒を飲み、一人ずつ順々に隠し芸をして世をふかしいよいよ翌朝になってやっとおしまいの一人が二枚の皿の手品をやって皆の泥水と熟睡の目をごまかし、 ある一宮からのパチパチという喝采でもって報いられ祝賀の縁は終わった。ジロベ衛は「これはまたこれで結構なことに違いないのだろう」と生ざとりしてきょとんとした一日一日を送っていた。父親の一兵もまた「これで一段落」とつぶやいてはポンとキセルをトゲっポうにはたいていた。 けれども、一平の澄んだ頭脳でもってしてさえ、思い及ばなかった、悲しい事柄が起こった。結婚してかれこれ二月目の晩に、次郎兵衛は花嫁の尺で酒を飲みながら、俺は喧嘩が強いのだよ。喧嘩をするにはのう、こうして右手で眉間を殴りさ、こうして左手で水落ちを殴るのだよ。 ほんのじゃれてやってみせたことであったが、花嫁はころりと転んで死んだ。やはり打ちどころがよかったのであろう。ジロベ衛は重い罪に問われ、牢屋へ入れられた。ものの上手の過ぎた罰である。ジロベ衛は牢屋へ入ってからも、そのどこやら落ち着き払った様子のために、 役人から馬鹿にはされなかったし、また、同室の罪人たちからは、老な主としてあがめられた。ほかの罪人たちよりは、一段と高いところに座らされながら、ジロベ衛は、彼の自作のどどいつとも念仏ともつかぬ歌を、哀れな節で口ずさんでいた。岩にささやく、頬をあからめつつ。 俺は強いのだよ。岩は答えなかった「嘘の三郎」昔江戸深川に原宮王尊という男やもめの学者がいた信の宗教に詳しかった一子があり三郎と呼ばれた 一人息子なのにサブロウと名付けるとは、さすがに学者らしくひねったものだと、近所の取り沙汰であった。どうしてそれが学者らしいひねり方であるかは、誰にもわからなかった。そこが学者であるということになっていた。近所でのオーソンの評判は、あまり良くなかった。極端に臨職であるとされていた。ご飯を食べてから、 必ずそれをきっちり半分戻して、それでもってのりをこしらえるという噂さえあった。三郎の嘘の花は、この王村の臨食から芽生えた。八歳になるまでは、一戦の小遣いも与えられず、品の君子人の言葉を暗唱することだけを強いられた。三郎は、その品の君子人の言葉を、 水花すすり上げながらつぶやきつぶやき部屋部屋の柱や壁のくぎをプスプスと抜いて歩いたくぎが十本たまれば近くのくず屋へ持っていって一銭か二銭で売却したかりんとうを買うのであるあとになって父の蔵書がさらに十倍くらいのよい値で売れることをくず屋から教わり一冊二冊と持ち出し 6冊目に父に発見された。父は涙をふるってこの頭壁のある子を折んした。拳で続けさまに3つほど三郎の頭を殴り、それから言った。これ以上の折んは、お前のためにもわしのためにも、いたずらに空腹を覚えさせるだけのことだ。それゆえかんはこれだけにしてやめる。そこへ座れ。 三郎は泣く泣く介護を誓わされた。三郎にとって、これが嘘のし始めであった。その年の夏、三郎は林家の愛犬を殺した。愛犬はチンであった。夜、チンはけたたましく吠え立てた。長い遠吠えやら、キャンキャンという世話しない悲鳴やら。 苦痛に耐えかねたような大げさなうなり声やら、様々な鳴き声を混ぜて騒ぎ立てた。一時間くらい泣き続けた頃、父のソンは、そばに寝ている三郎へ声をかけた。見てこい。三郎は宣告より頭をもたげ、目をパチパチさせながら聞き耳を立てていたのであった。起き上がって雨戸をくり開け、見ると、 隣の家の竹垣に結びつけられているちんが、体を土にこすりつけて身悶えしていた。三郎は、騒ぐなと言って叱った。ちんは三郎の姿を認めて、これ見よがしに土にまろび、竹垣をかみ、ひとしきり狂乱の姿を装い、キャンキャンと一層高く泣き叫んだ。 三郎は賃の余ったれた精神にムカムカ像を覚えたのである。騒ぐな、騒ぐな、と息を詰めたような声で言ってから、庭へ飛び降り小石を拾い、はしとぶっつけた。賃の頭部に命中した。キャンと一声鋭く鳴いてから、賃の白い小さい体がくるくると駒のように回って、パタッと倒れた。 死んだのである。雨戸を閉めて寝床へ入ってから、父は眠たげな声で尋ねた。どうしたのじゃ三郎は布団を頭からかぶったままで答えた。泣きやみました。病気らしゅうございます。明日あたり死ぬかもしれません。その年の秋、三郎は人を殺した。 こと橋から遊び仲間を隅田川へ突き落としたのである。直接の理由はなかった。ピストルを自分の耳にぶっ放したい発作とよく似た発作に襲われたのであった。突き落とされた豆腐屋の末っ子は落下しながら細長い両足でアヒルのように三度ゆるく空気をかくように動かして、ぼしゃ、 と水面へ落ちた。波紋が流れに従って、一間ほど川下の方へ移動してから、波紋の真ん中に片手がひょいっと出た。拳をきつく握っていた。すぐ引っ込んだ。波紋は崩れながら流れた。三郎はそれを見届けてしまってから、大声を立てて泣き叫んだ。人々は集まり、 サブローの泣き泣き刺す箇所を見て、事の成り行きを悟った。よく知らせてくれた。お前のほうばいが落ちたのか。泣くでない。すぐ助けてやる。よく知らせてくれた。一人の合点の早い男がそう言って、サブローの肩を軽くたたいた。そのうちに、人々の中の泳ぎに自信のある男が三人、競争して大川へ飛び込み、 おのおの自分の泳ぎの型を誇りながら豆腐屋の末っ子を探し始めた三人ともあまり自分の泳ぎの姿を気にしすぎてそのために子供を探し歩くのがおろそかになりようやく探し当てたものは全くの死骸であった三郎は何ともなかった豆腐屋の葬儀には彼も父の王村とともに参列した 実0歳、11歳となるにつれて、この誰にも知られぬ犯罪の思い出が、三郎を苦しめ始めた。こういう犯罪が三郎の嘘の花をいよいよ見事に開かせた。人に嘘をつき、己に嘘をつき、ひたすら自分の犯罪をこの世の中から消し、また、己の心から消そうと努め、 長ズルに及んで、いよいよ嘘の塊になった。二十歳の三郎は、神妙な、内気な青年になっていた。お盆の来るごとに、亡き母の思い出をため息つきながら人に語り、近所近辺の同情を集めた。三郎は母を知らなかった。彼が生まれ落ちるとすぐ、母はそれと交代に死んだのである。 いまだかつて母を思ってみたことさえなかったのである。いよいよ嘘が上手になった。オーソンのところへ教えを受けに来ている二三の書生たちに手紙の代筆をしてあった。親元へ送金を願う手紙を最も得意としていた。例えばこんな具合であった。金継、よもの景色云々、うんぬん。 と書き出して、ご尊夫様にはお代わりもこれなく騒ろうや、と巨神にお伺い申し上げ、それからすぐ用事を書くのであった。はじめお世辞たらたら書きしたためて、さて金を送ってくだされと言い出すのは下手なのであった。はじめのたらたらのお世辞がその最後の用事の一言でもって瓦解し、 いかにもさもしく汚く見えるものである。それゆえ勇気を出して少しも早く人思いに用事に取りかかるのであった。なるべく感銘な方がよい。この度、我が塾において死境の講義が始まるのであるが、この教科書は傍観の書士より求むれば22円である。けれども、オーソン先生は、 女性たちの経済力を考慮し、直接に市内へ注文してくださることと相なった。実費15円80銭である。この木を逃すならば、少しの損をするゆえ、早速に申し込もうと思う。大急ぎで15円80銭を送っていただきたい。というような案売であった。その次に、己の近況の それもささたるさ飯事を告げる。昨日我が窓より外を眺めていたらたくさんのカラスが一羽のとびと戦い誠に勇壮であったとかおととい牧帝を散歩し奇妙な草花を見つけた花弁は朝顔に似て小さく遠藤に似て大きく色赤きに似て白く 珍しき者ゆえ、寝言抜き取り持ち帰って、我が部屋の鉢に移し植えた。とかいうようなことを、送金の請求も何も忘れてしまったかのように、のんびりと書きしたためるのであった。孫婦は、この頼りに接して我が子の平静な心境を思い、己の悪せくした心を恥じ、微笑んで送金をするのである。 三郎の手紙は事実そのようにうまくいった。書生たちは我も我もと三郎に手紙の代筆もしくは口述を頼んだのである。金が来ると女性たちは三郎を誘って遊びに出かけ一文も余すところなく使った。王村の塾はそろそろと繁盛をし始めた。噂を聞いた江戸の女性たちは 若先生から手紙の書き方をこっそり教わりたい心から、王村に教えを求めたのである。三郎は思案した。こんなに日に幾十人もの人に手紙の代筆をしてやったり、口述をしてやったりしていたのでは、とても藩に耐えぬ。いっそ上司しようか。どうしたなら、 親元からたくさんの金を送ってもらえるか、これを一冊の書物にして出版しようと考えたのである。けれどもこの出版にあたっては、一つの差し触りがあることに気づいた。その書物を親元側が,がない熟読したなら、どういうことになるであろう。何やら罪深い結果が予想できるのであった。三郎は、 この書物の出版をやめなければならなかった。書生たちの必死の反対があったからでもあった。それでも三郎は、著述の決意だけは曲げなかった。そのころ江戸で流行のしゃれ本を出版することにした。ほほ、敬って申す。というような書き出しで、あたう限りの悪ふざけとごまかしを書くことであって、 三郎の性格に全くピタリと合っていたのである。彼が二十二歳の時、酔い泥やめちゃめちゃ先生という筆名で出版した二三のシャレボンは思いのほかに売れた。ある日三郎は父の蔵書の中に彼のシャレボン中の傑作、人間万事嘘はまこと一巻が混じっているのを見て、 何気なさそうにオーソンに尋ねた。めちゃめちゃ先生の本はよい本ですかオーソンはにがりきって答えた。よくない。三郎は笑いながら教えた。あれは私の匿名ですよ。オーソンは老媒を見せまいとして高い席払いを二つ密してそれから辺りをはばかるような低い声で通うた。 なんぼ儲かかったの。傑作「人間万事嘘はまこと」の荒ましの内容は謙延先生という年若い世のすね者が面白おかしく世の中を渡ったことの次第を助したものであって例えば謙延先生が下流の巷に遊ぶにしてもあるいは役者と偽りあるいはお大臣を気取り あるいはお忍びの後期の人のふりをする。そのいかさまごとがあまりにも工夫に富み、ほとんど真に近く芸者抹茶もそれを疑わず、果ては彼自身も疑わず、それは決して夢ではなく、現在確かに一夜にして百万長者になり、また一朝目覚むれば世に隠れなき名優となり、 面白おかしくその生涯を終わるのである。死んだ途端に昔の無一文の剣縁先生に帰るというようなことが書かれていた。これはいわば三郎の師匠説であった。22歳を迎えた時の三郎の嘘はすでに神に通じ己がこうと偽る時には全て真実の黄金に課していた。 孔尊の前ではあくまで内気な高校者に、塾に通う書生の前では恐ろしい訳知りに、下流のちまではすなわち團十郎、何がしのお殿様、何とか組の親分、そしてそのあたりに詐称の不自然も嘘もなかった。そのあくる年に父の孔尊が死んだ。 王村の遺書にはこういう意味の事柄が書かれていた。わしは嘘つきだ。偽善者だ。信濃宗教から心が離れれば離れるほど、それに振幅した。それでも生きておれたのは、母親のない我が子への愛のためであろう。わしは失敗したが、この子を成功させたかったが、この子も失敗しそうである。 わしはこの子に、わしが六十年間かかってためたつぶつぶの小銭五百文を全部残らず与えるものである。三郎はその遺書を読んでしまってから、顔を青くして薄笑いを浮かべ、二つに引き裂いた。それをまた四つに引き裂いた。さらに八つに引き裂いた。空腹を防ぐために、 声のせっかんを控えた王この名声よりも印税が気がかりでならぬ王孫。近所からは土台下に黄金のいっぱい詰まった亀を隠していると囁かれた王孫が五百文の遺産を残して大往生した。嘘の末路だ。三郎は嘘の最後っぺの我慢できぬ悪臭を嗅いだような気がした。 三郎は父の葬儀を近くの日蓮宗のお寺で営んだ。ちょっと聞くと野蛮なリズムのように感じられる和尚のめったうちに打ち鳴らす太鼓の音も耳傾けてしばらく聞いているとそのリズムの中にどうしようもない憤怒とりょとそれをちゃかそうというやけくそなお道けとを聞き取ることができたのである。文福を着て数珠を持ち 十人余りの熟成の真ん中に背を丸くして座って三尺ほど前方の畳のへりを見つめながら三郎は考える嘘は犯罪から発散するおとなしのへだ自分の嘘も幼い頃の人殺しから出発した父の嘘も己の信じきれない宗教を人に信じさせた大犯罪から絞り出された 重苦しくてならぬ現実を少しでも涼しくしようとして嘘をつくのだけれども嘘は酒と同じようにだんだんと適量が増えてくる次第次第に濃い嘘を吐いていって切磋琢磨されようやく真実の光を放つこれは私一人の場合に限ったことではないようだ人間万事 嘘はまこと,ふとその言葉が今初めて皮膚にべっとりくっついて思い出され苦笑した。ああこれは滑稽の頂点である。オーソンの骨を丁寧に埋めてやってからローはひとつ今日より嘘のない生活をしてやろうと思い立った。 みんな秘密な犯罪を持っているのだ。びくつくことはない。引け目を感ずることはない。嘘のない生活。その言葉からして、すでに嘘であった。良きものを良しと言い、悪しきものを悪しという。それも嘘であった。第一、良きものを良しと言い出す心に嘘があろう。あれも汚い。 これも汚いと、サブローは舞を眠られぬ苦しみをした。サブローはやがて一つの態度を見つけた。無意志無感動の地方の態度であった。風のように生きることである。サブローは日常の行動をすべて暦に任せた。暦の占いに任せた。楽しみは、 夜な夜な夢を見ることであった。青草の景色もあれば胸のときめく娘もいた。ある朝、三郎は一人で朝食をとっていながら、ふと首を振って考え、それからパチッと箸をお膳の上に置いた。立ち上がって部屋をぐるぐる三度ほど巡り歩き、それから懐でして外へ出た。 無意志無感動の態度が疑わしくなったのである。これこそ嘘の地獄の奥山だ。意識して勤めた地方がなんで嘘でないことがあろう。勤めれば勤めるほど私は嘘の上塗りをしてゆく。勝手に仕上がれ、無意識の世界。三郎は朝っぱらから居酒屋へ出かけたのである。 縄のれんを弾いて中へ入ると、この早朝に、もうはや二人の先客があった。驚くべし、戦術太郎と喧嘩次郎兵衛の二人であった。太郎は宅の盗難の隅にいて、その下膨れの持ち肌の方を酔いで薄赤く染め、たらりと下がった口ひげをひねりひねり酒を飲んでいた。次郎兵は。 それと相対して西北の隅に陣取り、むくんだ大きい顔に油をギラギラ浮かせ、杯を持った左手を後ろから大回しにゆっくり回して口元へ持っていって、一口飲んでは杯を目の高さに捧げたまましばらくぼんやりしているのである。三郎は二人の真ん中に腰を下ろして酒を飲み始めた。 三人は元より窮地の間柄ではない。太郎は細い目を半分閉じながら、次郎兵衛は一分間ほどかかってゆったりと首をねじむけながら、三郎はキョロキョロ落ち着かぬ狐の目つきを使いながら、それぞれ他の二人のありさまを盗み見していたわけである。酔いがだんだん発してくるにつれて、 三人は少しずつ相よった。三人のこらえにこらえた酔いが一時に爆発した時、三郎がまず口を切った。こうして一緒に朝から酒を飲むのも何かの縁だと思います。ことにも江戸は班長を歩くと他うだと言われるほどの混み合ったところなのに。こうして狭い居酒屋に、 同日同時刻に落ち合わせたというのは不思議なくらいです。太郎は大きいあくびをしてからのろのろ答えた。俺は酒が好きだから飲むのだよ。そんなに人の顔を見るなよ。そう言って手ぬぐいで放か無理した。次郎兵衛は卓をトンと叩いて卓の上に差し渡し三寸ぐらい。 深さ一寸くらいのくぼみをこしらえてから答えた「そうだ縁といえば縁じゃ俺は今牢屋から出てきたばかりだよ」三郎は尋ねた「どうして牢屋へ入ったのですそれはこうじゃ」じろべ衛は奥の知れぬようなボソボソ声で己の半生を語りだした。 語り終えてから涙を一ってき、の酒の中に落としてぐっと飲み干した。三郎はそれを聞いて、しばらく考え事をしてから、なんだか兄者人のような気がする、と前置きをして、それから自身の半生を、嘘にならないように嘘にならないように、気にしいしい、一節ずつ区切って語り出したのである。 それをしばらく聞いているうちにジロベイは、俺にはどうもわからんじゃ。と言って、うとうと居眠りを始めた。けれども太郎は、それまでは退屈そうにあくびばかりしていたのを、やがて細い目をはっきり開いて、聞き耳を立て始めたのである。話が終わったとき、太郎は放かむりを大義うにとって、 サブロウさんとか言ったが、あなたの気持ちはよくわかる。俺は太郎といって津軽のもんです。二年前からこうして江戸へ出てぶらぶらしています。聞いてくださるかと、やはり眠たそうな口調で自分の今までの経歴をこまごまと語って聞かせた。出し抜けにサブロウは叫んだ。わかります、わかります。 ジロベ衛はその叫び声のために目を覚ましてしまった。濁った目をぼんやり開けて「何事ですか?」と三郎に尋ねた。三郎は己の有頂天に気づいて恥ずかしく思った。「有頂天こそ嘘の結晶だ。控えよう」と無理に努めたけれど酔いがそうさせなかった。 サブロウの生中の抑制心が、帰って彼自身に跳ね返ってきて、もうはややけくそになり、どうにでもなれ、と口から出かせの大嘘を吐いた。私たちは芸術家だ。そういう嘘を言ってしまってから、いよいよ嘘に熱が加わってきたのであった。私たち三人は兄弟だ。今日ここであったからには、 死ぬるとも離れるでない。今にきっと私たちの天下が来るのだ。私は芸術家だ。戦術太郎氏の反省と、喧嘩次郎兵衛氏の反省と、それから戦悦ながら私の反省と、三つの生き方の模範を世人に書いて送ってやろう。構うものか。嘘の三郎の 嘘の火炎はこの辺からその極点に達した。私たちは芸術家だ。王侯といえども恐れない。金銭もまた我らにおいてコッパのごとく軽い。